よいしょ。では今シャワーを浴びてきました。はい、いつもはね、シャワーを浴びてから髪のセットをするんですけども、今日も同じような流れで髪のセットをしていければなと思います。ではね、まず朝シャワーを浴びて髪が濡れてるので髪を乾かしていきます。いつもはねシースルーセンターパートでセットをしてるんですけども、今日は王道センターパートでセットをしていきたいと思います。なのでいつもより少しね前髪の立ち上がりとかも意識しながら髪を乾かしていきます。はい、ではヘアドライが完了したのでこれからセットに移っていきます。で、今回使うスタイリング剤はヤスビーザデザイナーのヘアバームになります。これは真のスタイリスト斉藤さんと共同開発の商品で、このモノトーンベースのパッケージデザインも個人的にはかなりかっこいいなと思ってます。一人暮らしの男性の部屋にあってもおしゃれでかっこいいと思うので、パッケージがかっこいいのはいいですね。で、これ匂いもめちゃくちゃいい香りなんですよね。うん、ほんと香りって大事。香りで気分変わりますよね。はい、バームを取ります。バームって硬いのもあるけど、このバームは取りやすくていいですね。ではここからセットしていきます。まずバームをねこのぐらい手のひらに取って全体に広げていきます。はい、まんべんなくこんな感じで広がったら、後ろから僕は基本的にはつけていきます。まあ後ろに一通りつけた後は前髪の方からつけていくんですけども、まあ、基本的に王道センターパートの場合は全部ね持ち上げるようなイメージで全体につけていきます。目横の部分以外は基本的にはこう全て揉み込むような形でセットをしていきます。はい、で、まあ、一通り揉み込み終わったらこんな感じになるんですけど、ここからですね徐々にこう毛流れを作っていきます。僕は基本的に王道センターパートの場合は前から後ろに毛流れをちょっと意識しながら流していきます。で、最近ですね僕がセットをするときにちょっと意識しているのが、横のところをですね少しこう後ろにこう流すようなイメージで、輪郭沿いにですね斜めに形を整えていきます。前から見たときにちょっとひし形になるように頭の8ぐらいをちょっとイメージして、全部こう前に下ろすんじゃなくて後ろにこう持っていくようなイメージで髪をセットしていきます。はい、セットが完了しました。このギャツビーザデザイナーのヘアバームはバームなんですけど適度にセット力があるのでかなり使いやすいですね。上品なツヤがあるので毛流れとかも綺麗に表現できますし、あと王道センターパートの大事なポイントでもある前髪の根元の立ち上げも表現できるのですごくいいです。個人的にはこれリピ買いしたいぐらい気に入りましたね。はい、では完成したヘアスタイルはこんな感じですね。正面から見るとこんな感じで、目横に前髪を下ろしつつ適度にちょっとひし形をイメージしたシルエットで作っています。まあ横から見ていただくと基本的には毛流れをすべてこう後ろに流しているようなシルエットですね。はい、じゃあ髪セットが終わったので、もうあんまり時間もないのでね、これから着替えて出かけようと思います。今日はちょっとブラウンのスラックスを履きたいなと思ったので、まあちょっとこちらを履いて、まああとはね黒のちょっとブルゾンで合わせていこうかなと思います。まあ今日はサクッと出かけるぐらいなのでこんな感じでまとめました。